やりましたね、小鞠様。会議でフレーテ・マスカレールを煽り散らかすことに成功しました。成功して何の得があるんだよ。フレーテのやつめちゃくちゃ怒ってたぞ。殺戮の覇者としての威厳を見せつけることができたのですよ。ここは素直に喜んでおくべきかと思いますが。そのせいでよくわからない戦いをする羽目になったんだけど。七具天闘争ですね。しかし恐れるに足りません。小鞠様の全力全開パワーをもってすればお茶の子さいさいで優勝できるかと思います。思えない。私は食物連鎖の最下層に位置するひ弱な吸血鬼なんだ。超人同士の異次元バトルに巻き込まれたら一行で死んじゃうよ。そうならないために私がいるのです。そうだった。頼りにしてるからな、ビル。ご褒美の前払いとして今夜は添い寝を要求します。サクナを頼ろうかな。ダメです、小鞠様。メモワールドのは危険です。今回のエピソードでメモワールドのが常軌を逸した変態であることが判明したはずですよ。どこが変態なんだよ。サクナは雨に濡れた私にシャワーを貸してくれたいい子だぞ。メモワールドの部屋をご覧になりましたよね。違法な困りグッズで溢れ返っていたではありませんか。あれ幻だった気がするんだよな。現実逃避はやめてください。この世は変態ばかりなのです。そんなわけないだろう。たとえそうだったとしてもサクナは私にセクハラをしてこない。これだけでお前とは月とすっぽんくらい違うんだよ。日頃の行いでこんなにも扱いに差があるのですか。わかりました。私もメモワールドのを見習って明日から品行方正なメイドになります。無理だろう。それはさておき、サクナにも何か秘密がありそうな気がするんだよな。困りオタクであること以外にですか。ちょっと思い詰めた表情をしていたんだ。悩みがあるのなら相談に乗ってあげたいの。きっと小鞠様を籠絡するための卑劣な作戦を考えていたに違いありません。小鞠様、危険ですので一人でメモワールドのに近づかないでくださいね。大丈夫だって、サクナはいい子だし美少女だからな。後々小鞠様は後悔することになるのであった。あの時メイドを信頼していればこんなことにはならなかったのに、と。不吉なナレーションつけるな。